今回の選挙の争点は4案にを1案に絞ることというふうにおっしゃってましたけれども、僕が選挙で問いたいのはですよ、はい、でも反対の人たちは何言ってもいいんですよ。ツイッターの方ではあの1段目の階段は登れるということで、ええ、協定書をまとめられるかのようなことを書かれていますが、ええ、これあくまで1案に絞るだけで協定書をまとめるところまでは選挙では通ってないのではないかと思うんですが、いやだから僕自身がまとめるということです。だからあとは住民投票で決めてもらったらいいじゃないですか。だから協定書をまとめるということまで今回たとえ当選したとしても信任されたわけではないと思うんですが、それ言ってる意味が分かんないですよ。4案を1案に絞るだけで協定書をまとめるというのはまた次のステップかというふうに思うんです。そんなことないですよ。そんなこと言ったら一体何回民意問わなきゃいけないんですか。そんなのそんなの普通 の, あの言葉の意味からしてこれで選挙通ったらまず協定書をまとめるというところまで信任を得たということですよ。だからあとは議会でどうなるのか住民投票でどうなるかってことですからね。そんなの分割しようと思ったらじゃあ1案に絞り込むけれども極分離案はダメだと言ってるとか極分離案はまで信任を得たとは言わないとかそんな議論になるじゃないですか。僕自身がとりあえず制度設計図を夏までにまとめるとそこまでは僕の権限でできるんですから次市長に選ばれたら。だから権限を与えられた以上そこまではやります。じゃあ協定書をまとめるときは改めて議決を取らないということですか。僕自身をまとめるのはもうまとめられるじゃないですか役所として、僕はこういう案ですよと。だからそれを今度は市民の皆さんに問いながらねどうしますかということで議会の方にも働きかけていくわけです。僕自身がまとめるっていうところがまず重要なわけです。でも4案を1案に絞るときにそれだけ議決にこだわられた、取られたのに次協定書をまとまったときに、まあ、僕あの6案でねそこについては了解したとしてもこの制度設計ではまだ不十分だと言ったときに協定書がまとまるということにならないと思うんですが、それは議会で議決に諮ったらいいじゃないですか。じゃあそれはあの法定協議会の中では諮らないということ。いやそれはだから手続き上そういうこともあるのかも分かりませんけどもそれは議会の議決ですよ最後は。ええ、だから提案という形でまとめた上でねきちんと議会に諮ってプロセスとしては議会に諮って住民投票なんですか。じゃあ時期はともかくとしてじゃあ法定協議会今回の選挙で当選すれば法定協議会でまとめるところまでは信任されたというお考えですか。そうです、ええ、夏までにやります。じゃあ時期も夏までに。そうですそうです。夏までにということを信任された。そうです。でもそれだったらあの4案を1案に絞ることではやはりこれは違うと思うんですけれども争点は。いやだから夏までに絞るという夏までにまとめるということです。4案を1案に絞らないとまとめきれないじゃないですか。なので今回の選挙で問うことは4案を1案に絞ることではなくて夏までに協定書をまとめることというふうにやっぱり言う。夏までに協定書をまとめるのに1案に絞らないでどうやってまとめるんですか。いや絞らないとできないですけれども、4案に1案に絞ることだけじゃやっぱりないんじゃないですか。だから今回のいやだから4案に1案を絞って夏までに設計図を示すって言ってるじゃないですか。じゃそこまでのことを問うていくということですね。もうちょっと国語力あるんだったら会見で言ってるんだから新聞の見出しにも書いてるじゃないですか。夏までにちゃんと設計図示しますよと。夏までに設計図を示すということがゴールであってそのプロセスとして4案を1案に絞らなければできないということです。手段として4案を1案に絞る。ツイッターに書いたでしょ手続き論と。だから最後夏までに協定書を作るためにはじゃあどうやって4案並行でやるんですか。いやそれはだからどっかの段階では絞らないといけないと思ってますけれども。だから今絞るんですよ。いやだから普通であればねやはり協定書をまとめる段階でその芯を問うというなら分かるんですけどやっぱり4案を1案というところで芯を問うというならちょっと理解しにくいな。それは手続き論を知らないからでしょ。4案並行にあって最後まとめられるなんてのはそんなのは手続きやったことないから机上の空論ですよ。僕は手続きを踏まえて一個一個の手続きを頭に入れてるから今のこの段階で4案を1案に絞らないと夏までに1案としてまとめられないということなんです。それは手続き論です。あの公明党さんの方は、この前の法定協の前日の時の話し合いで、4案にじゃあ協定書まとめるためにあとどれだけの作業量が必要なのかって頭に入ってないでしょ。だからそういうこと言えるんですよ。何を決めなければいけないのかそれにどれぐらい時間がかかるのか区の名称を決めるのに住民の皆さんの意見も聞かなきゃいけないそういうプロセスが頭に入ってないから平気で4案のまんまやって夏までにまとめられるなんてことを簡単に言えるんです。いやそれは思ってないですよ。それは思ってないです。だから夏までに一つの案にまとめるんであれば今の段階で4案1案に絞って区の名称とかそういうところの検討に入らないと夏までに1案なんてのはまとめられないですよ。それは手続きを頭に入れればそうなるんです。